神谷聡氏は、滋賀県出身の日本のトロンボーン奏者。1949年、滋賀県を写市に生まれる。滋賀県立ゼゼ高等学校卒業後、東方学園大学のオーケストラ研究生として学び、福田秀彦に指示。1971年より、東京交響楽団の2番奏者。1974年より、新日本フィルハーモニー交響楽団の主席奏者を、 勤めるが、1976年に届く。デトモルト音楽院に入学し、ビリ・バルター教授と、当時ベルリンフィルハーモニー、管弦楽団主席トロンボーン奏者であった、カール・ハインツ・ドゥーゼ・ウテッシュに支持する。1978年より、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の契約団員を3年間、勤める。当時ヘルベルト・フォンカラヤンの指揮下にあった、ベルリンフィルにおいて、 団員として加わった日本人奏者は数名いたが、管楽器奏者として席を置いていたのは神谷里氏のみである。1981年よりカッセル私立歌劇場管弦楽団主席奏者を務める。1984年 NHK 公共楽団の要請を受け帰国。帰国後は NHK 公共楽団に入団し、主席奏者を務める。 斉藤記念オーケストラにも、設立時より、たびたび参加。室内学の分野では、東京トロンボーン四重奏談に参加。この団体は、NHK 公共楽団主席、栗田正勝、同団、バストロンボーン秋山博志東京都公共楽団主席、小田切博幸、広崎大学教授和田美亀夫により結成された、日本におけるトロンボーン四重奏の草分けとも言える。 グループであり、和田の脱退後に、神谷が加入、その後、自主制作版を含め4枚の CD をリリースし、また、十数回の定期演奏会や、海外公演などを行った。また、トランペットタミヤケ・ケ山城広樹、ホルン・山岸広し、チューバ・安本博之と共に、タミヤ・ケブラスアンサンブルを結成し、演奏活動を行った。教育の分野では、現在までに、 武蔵野音楽大学、東京コンセルバトアールナオミ、東京芸術大学、東邦学園大学の各講師を歴任。2002年より体調を崩し、N 教を退団。それ以降は演奏活動を休止している。現在は東邦学園大学教授。ありがとうございます。